DS PDS ソルトをソルトをだけなら進化するかけましょうっておい。Hey guys, ちょっとねバニラが食べたいのって感じで、バニラね食べたすぎてこちら買ってきました。プシュンアマゾンウィッシュパーンゲッチャーバニラビーンズ。もう開けた瞬間からねもうバニラ香りがねめっちゃプンプンしていい香りですね。これ脇とかに挟んで歩いてたらモテモテですよね。こうほらめっちゃいい香りやばいでなんでねバニラビーンズを買ったかっつうと、今までねまあ、こちらが定番じゃないですか。バニラエッセンス。もうちっちゃい頃からね、なんかプリンやらね、お菓子とかに、今までかけてきてたんですけど、最近になって分かったんですけど、これね、バニラビーンズが入ってないんですよ。エタノール 35%、グリレルナンとかいうカラメルとか、バニラビーンズが入ってないってことなんで、いや、本物の食いたいね。で、バニラビーンズがね、10本入ってんですけど、10本丸々使ってね、最高級のね、プリンを作ってきてます。これ3000円なんでね、これだけで。じゃあちょっと開けてみましょう。うわ、開けない方がいい匂い。開けないぐらいがちょうどいい匂いなんですけど、近づいて嗅いでみると、くっせ。俺の脇の匂いといい勝負ですね。やべえやつじゃん。では、バニラプリン作っていきましょう。はい、ではまずカラメルを作っていきます。で、水を注ぎます。はい、茶色になってきたら火を止めます。では流します。はい、流しました。ちょっとこれどうなんだろうね。ではバニラビーンズのビーンズを取ってきます。で、取ったことないんでわかんないんですけど、ちょっと噛んで今やってみましょう。こう間やったら取れる気がするんだよね。お、いたいた。あ、いい香り。では中身取ってきます。さあ、どんぐらい取れるかな、これ。うお、めっちゃたっぷりやん。とりあえず6本分取りました。なぜ4本残したかというと、普通でもね3センチぐらいしか使わないんですよ。それを6本使ってんで、ちょっとね異常すぎるんで、まあ、6本でもいいかなって。あと失敗した時に跡がなくなっちゃうんで、4本はちょっととりあえず残しておこうかなって。では鍋にね、牛乳 250cc 入れます。グラニュー糖 35g。 はい、では牛乳沸騰したらね、バニラビーンズを入れます。これ全部入れるとかもう贅沢っすね。さあどうなるか。うわやばいやばい。では混ぜます。混ぜミックス。はい、では触れるぐらいになったらね、卵を2個入れるとね、混ぜます。ほっ、まあ、ちょっとね裏ごししたらねビーンズは消えそうな気がするんで、このままちょっと、あ、でも裏ごしした方がいいか。ビーンズビーンズなあ。これはよろしくない。はい、一応すくえました。鍋に水を入れたところにねプリンを置きます。強火でね沸騰させます。沸騰したらね弱火で5分やります。はい、では5分経ったらね止めて蓋をします。で、これで20分ぐらいね放置します。はい、では20分経ちました。できてるか。ほっ、おっ、これはできてますね。ではこちら冷やしましょう。うわ、いい感じ。はい、冷やしました。ではね、綺麗に取れるか。おいさ、うわー、めっちゃうまそうにできてる。やんけー。ではバニラビーンズを贅沢に使ったプリン、いただきどんっていう。もう見た目がねもう良さげですよね。全然ねしつこくないですね、味が。バニラビーンズの香りも素晴らしくて、味もね普通にうまいカスタードプリンなのにコクがあるバニラビーンズ、ミスタービーン。なんかバニラビーンズめっちゃこだわってるって言えばね1000円ぐらい取れそう。
って感じで、バニラビーンズね、大量に使ってもね、美味しいことが分かりましたね。まぁ、ちょっとシャリシャリするんですけどね、まぁ、それもアクセントになっていいと思います。余ったらね、脇に挟んで歩いてもいいですしね。黙れ。ご視聴ありがとうございました。See you and see you! PDS 株式会社。チャンネル登録、よろしく、よろしく、よろしく。